ナミさん、お疲れ様でございます。即果塾の久保です。昨日ね、久しぶりにまたね、非常に胸の温かくなるような嬉しいメールをいただきました。まあ、その方と私ってのは、まあ、熟成さんじゃないんですけどもね、まあ、やっぱりいつものように、その熟成だろうが、そうでなかろうが、私のところにね、お問い合わせくださったりとか、何がしかの縁を持った人っていうのは、私もね、もうそんな熟成じゃないからとか、熟成だからみたいな枠を超えて、 まあできる限りのことをやってみたいなと思うわけなんですよ。でその方あの若い女性の方なんですけども私のところにねあの来てあのメールとかでいろいろとアプローチをしてくださったんですけども今回ねアンケートサイトの UVOICE っていうのをやりましょうっていうふうにして1ヶ月頑張ってどのぐらい数字がいくのかちょっと一緒に見ていきましょうっていう形で、えーまあ、励ましていったんですよね。 で、一週間、そのアンケート、u ボイスの方をやっていただいて、200ポイントほど貯まったわけですよ。で、200ポイントっていうと、やっぱこう、20円ぐらいなんですけどね。でも、何が嬉しいかっていうと、その方が結果報告をしてくださるのと同時に、あの、久保さんで本当によかったっていうふうに書いてくださったんですよね。だから、思いが伝わったなと思ってですね。うん。だからこう、 どんなに美味しい話も1円にもならなければビジネスにはならないんですよねもちろんその経験が無駄とは言わないんですけどもでも手出しなしでまあ確実に稼げていけるものしかもやりたい時はたくさんやればいいしやりたくない時は別にやらなくてもいいっていう自分のペースで完全にね結果が作れるものそのアンケートサイドっていうのはすごく有効だったなと思ったんですよね でその方はその方のペースでやってらっしゃいますけどもアンケートもだらだらと長いもんじゃなくてね場合によってはもう1問5秒とか10秒で終わるものがあったりとか、まあ、長くてもね3分ぐらいで終わるものばかりで質問数がねマックスで15とかっていってそんなになんかこういつまでもだらだらとやんなくちゃいけないもんでもないんで取り組みやすかったんじゃないかなと思いますね、まあ、これからもその人その人のフェーズに合わせたね、えー、指導ができていけばなと思っております ちょっと嬉しいことだったんで報告させてもらいました。はい、これからもナミさんもよろしくお願いします。まだね、あの雪深く寒い日々が続くと思いますけども、こちらは一足先に春になりそうです。それではお疲れ様です。